どうも皆さんこんにちは。 FFL インタビュー第4弾になります。こちら FFL インタビューは選手やチームの裏側などより多くの人に知ってもらい、 FFL APEX を一層楽しんでもらうことを目的としています。 FFL APEX は e スポーツチームのフェンネルが毎週火曜日に主催している唯一のアジア大会になります。なんと日本、韓国、タイ、そしてオーストラリアから広い地域から4カ国以上の国から、プロチームが参戦している。世界的にも多分一番大規模の大会ではないかなと思います。はい、それでは皆さん、本日はサンシスターより、ショーマルさんをお呼びしております。よろしくお願いします。はい、よろしくちゃーす。はい、どうも最高ということで、まあ、自己紹介がてらそのエーペックスの自分の歴史を簡単に教えていただければなと思います。お願いします。はい、サンシスターのショーマルでございます。サンシスターには、2月頃にね、入隊しまして、そこから、選手活動を始めました。で、現在でも、現役で活動しております。ということはもうあと来年で1年ということですよね。そうですね、はい。ちなみにそのサンシスターに2月入った頃のそのエーペックス競技シーンっていうのはどんな感じだったんですか？というのはなんか他にも競技チームっていうのはいたのかとか、大会はあったのかっていう点ですね。そうですね、まず最初が1月26日に、これが、一番最初の公式大会ですね、日本の。ふんふん、はい。まあ、それに出たんですけども、まあ、基本的にはやっぱ差がありましたね、そもそも。まあ、特にデトレーダーは強かったですね、今後。そうですね、覚えてます。はい。で、この時、実は前日しか練習してなくて、はい。まあ、ボロボロでしたね。じゃあ、そもそもの公式大会とか競技シーンが始まったのは、2020年の1月からってことなんですかね。そうですね、はい。じゃあ、GLL スクリームとかも、いつ頃から始まったんですか？ GLL スクリームはもっと後ですね、この後。へぇー。この頃は、せーのっていう感じでマッチングを同時にスタートさせてスクリームやるって感じでしたね。はい、はい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 。でもマッチングできる時とできない時があってみたいな。そうですね、はい。へえ、僕始めたの5月ぐらいだったので、もう全然知らないんですよね、はい、その5月前いや夏前ぐらいは全然知らないので。へえ、そうなんですね、はい。最初はデトネーターが強くて、他に日本で強いチームだとどこのあたりが強かったんですか？どうですかね。GTS も練習しましたからね。川瀬さんがいる子ですよね。まあ、はいはい。そうですね。はい。へぇー。GTS が記憶ありますかね。そんな歴史があったのかということで。ちなみにですけども、はい、正丸さん、年末年始は何をしていましたか？言える。ゲームですか？いいっすねー。もうゴリゴリにエーペックスなのか、それとももうエーペックス以外のゲームだとどんなゲーム？アモングアスしてましたね。ああ、はいはいはい、人気ですよね、はい。ずっと人気ですもんね、アモングアス。廃れず、友達ともできると。へぇ、ね、はいはい。ということで、じゃあ、まあ、雑談はこの辺に。FFL、エーペックス、ALGS、サンシスターに関しての質問に移っていこうかなと思います。はい、FFL APEX 11月から開催されてシーズン2までありましたけども、はい、シーズン2の結果をとか、自分なりに点数つけるならば何点ぐらいになるでしょうか？まあ80ぐらいですかね。80。ちなみにコースティックの仕上がり度は点数だと何点ぐらいですか？最高ですね。ですね。3150点と。いいですね。じゃあシーズン2は80点とあったんですけども、そのまま理由と しましては、まあ、なぜ80点なのか、足りない20点なのは何なのかっていう点を教えていただきたいです。そうですね、まあ、まあ普段からなんですけど、はい、まあ、トップ3ってなかなか入れてないんですよね。だいたい5位とか6位とか、まあ、うん、微妙に絶妙に足りないみたいな。でもしっかり入ってますもんね、まあ、5位6位、まあ、こける試合があるんですよね、はい、必ず、うんうん、まあ、それなくしたら、まあ、ガチで、まあ、トップ3は 100% 入るみたいな。そうですね、そうですね、まあ、そこ本当にこけなかったらもういけるみたいな、うんうんうん、まあ、そんな感じですね。そうですね、こけるか爆発するし試合ですよね、大事なのは。確かにリーグ戦においては1試合でもこけてしまうとかなり手痛いことにはなるので、まあ、リーグ戦勝つにはこけないようにするっていうのは確かに大事ですね。はい、そして、まあ、まあ20点、まあ、今の話も出てきましたけど、まあ、FFL APEX 優勝するには何が必要なのかって、多分まあこけないようにするとあるんですが、そのこけないようにするには、はい、チームとしてはどのような動き、どのような練習をしていく必要がありますか？例えば、まあ、まずはですね、
まあ結構アンチに入る動きするんで、はい、まあ、まず移動ルートの構築ですかね。そうですね、まあ、敵に絡まれるように移動したり、はい、まあ、絡まれた後にまあちょっと逃げれるようにするとか、まあ、そういうの結構考えてますね。まあ、基本的には打ち合いはしません。はいはい、逃げます、まあ、特に移動が早い、まあ、リージョンといったら、まあ、北米なのですが、まあ、翔丸さんには ALGS の北米の日本語配信の方も解説していただいて、その、はい、まあ、やはり、あの、北米の動きっていうのは、サンシスター的に、まあ、かなり参考になるものなんですかね。あ、そうですね、なりますけれども、まあ、はい、多分やっぱリージョン違うんでね、うんうん、まあ、後入りでもいいかなって思ってるんですよね。へ、まあ、そもそもアンチ、はい、読める構成ではないので、そうですね、確かに。はい、確かに。まあ、最初から目指したとしても、外れた時に、まあ、痛いんで、うんうんうん、まあ、とりあえず、物資を漁ってから、まあ、近く、まあ、読んで、うんうんうん、まあアンチを呼んで動きはしますけども、今構成レイス、ジブ、コースティックですもんね。そうですね、はい、このジブはもう絶対必須と。まあ今日本だったら必須だと思いますね。うーん、守りキャラいないとその、まあ、敵のジブに対応できなかったりしますね、はいはい、空爆とか。そうですね、プロの人に聞いたら、はい、まあ半数以上のチームはジブ使っているのならばもうジブ使わざるを得ないといったような答えいただいたので、そうなってくると、まあ、先に入っていきたいけどアンチ読める構成ではないから、まあ、どのようなアンチになった時でも入れるようなポジション取りっていうのが必要になってくるということ、はい、そうですね、まあ、基本的に移動しやすいところに、はい、まあ、行ってるかなって感じですね、うんうんうん、はい、次、結構みんな後入り前提なところを、まあ、サンシスターはまあかなり、はい、まあ、コースティックも搭載しているということで、まあ、先に入っていく意識は強いと思うんですけども、はい、先に入っていった後、はい、どのような意識で終盤、中盤、終盤、立ち回っていくのか教えていただきたいです。そうですね、まずアンチに入っている間はもうコースティックでガスで、まあ、建物固めてればいいんですけども、うんうん、またアンチが外れた時ですよね。そうですね、まあ、基本的には建物を目指して、まあ、ガスで取りに行く感じです、うん、ね、はい、うんうんうん、ありがとうございます。で、今チーム的に足りないのは、まあ、移動ルートの、構築と、そして、まあ、個人的に FFL Apex で優勝するには何が足りてないと感じますか。まあ、実際ジブラルタルの、まあ、アンチピックにもありますし、まあ、はいはい、ドームファイトになったらガス投げ込めば有利ですからね。ああ、確かに、そっか、はい、ドームファイト確かにあんまり意識したことないですけど、ドームファイトになった時コースティック普通に有利ですもんね。そうですね、ドームの中にガス投げ込めば言うんですかね、はい、へえ、あんまり考えたことないけど、はい、確かになんか僕結構守りしか考えてなくて、まあ、どうやって効果的にガスを、まあ、建物の中に置いておくかってことしか意識してなかったんですけども、ドームファイトでのコースティックの強さってことを考えると、はい、結構ランクとかでもそしたら、まあ、ありっちゃありですかね、コースティックは。あ、全然ありだと思いますよ。へえ、確かにちょっと試してみたくなってきましたけどもいや、ありがとうございます。まあ、一応、はい、そうですね、一応ドームファイトもするんですけど、一応負けた時はあるんですよね、うんうん、まあ、ガス投げても、はいはい、そうですね、まあ、それちょっとなくしたいかなってありますね、うんうんうん、圧倒的に有利なので。はいはい、そうなってくると、まあ、ドームファイトで、まあ、はい、もう絶対負けないような立ち回りというか、チームリーダーの強さも、うん、そうですね、うちの強さもまあ必要かなと思います。うん、ありがとうございます。はい、それでは次の質問に移らせていただきます。他のチームになくて、はい、自分、また自分のチームにあるもの、まずはその自分のストロングポイントですかね。他の選手にない自分のストロングポイント、どのようなものになるでしょうか。はい、自分の、まあやっぱコースティック使えるところですかね、まずは。ちなみになんか、ちょいちょいコースティック使いっていうのは出てきてると思うんですよ。まあ、海外にももしかするといるかもしれないんですけども、そうなんか、はい、このコースティック使いはちょっと注目しているっていうのはあったりしますかね。海外のアライアンスにいる。はい。IPS って人でしたっけ？ヨーロッパのチームですよね。そうですね、はい、はいはいはい、アライアンスのコース、IPS コー選手、彼のプレーとかっていうのは見たりするんですか？あ、見てますね、はい。コースティック戦としてなんか参考になるムーブとかっていうのは最近だとどのような動きでしたか？まず自分が見る置き方ですね、どこに置いて何でいつ置くのかみたいな、うんうんうん、ドームファイトの時はどうするのかとか。はいはいはい、日本のもうショーマル、コースティックにおいてショーマルと、はい、そしてもうかヨーロッパの IPS コーということで、はい、まあ、ここ対戦とかね、実現したらめちゃくちゃ面白そうになるんですけど、面白そうだなって思うんですけども、世界大会やってほしいですよね、はい、次は自分のチームのストロングポイント、どのようなあたりになるんでしょう。チームストロングポイント、はい、そうですね、
まあ、さっき、まあ、うちは負けるとか言ったんですけども、まあ、実際結構、インファイト強いんですよね。うん、強いですね。負けてないっていうのは。うん、はい。特にあのびっくりしたのが FFL でどの試合どのでいいか忘れたんですけども、はい、相手が3人に対してコースティックと2人で展望あたりで戦って2対3でしっかり勝っていくところとか、ああそうですね、ありましたね、はい、あれはもう完全に、まあ、翔丸さんもあのインタビューで多分言ってたと思うんですけど、もう読み通りのファイトを仕掛けられても、あともう有利を作れたと、相手がたとえ3人でも有利を作れて勝ったと。でもまあ2対3勝つっていうのはやはりそれなりのまあフィジカルの強さも必要だと思うので、サンシスター、はい、フィジカルにも注目ですね今後。ありがとうございます。そうですね、まああとなんですけども、はい、まあ、探偵らしい、まあ相手のその対コースティックっていうのがやっぱ慣れてないんで、うん、おー、はい、そうですね、割といいのがチャンスかなってのはありますね。確かにそれは大いにありますね。ここでベラベラちょっと喋っちゃってますけど、ドームファイトとか全然大丈夫ですか、すいませんでも確かに、まあ、チーム少ないんでね、はい、うん、確かにみんななんか爪としたコースティックよりワットソンとかっていうのはなってくるので、そうなってくるとなんか確かにコースティックの戦い方には慣れてなさそうですね。慣れてないと思いますね、うん、まあ、先ほどの質問とちょっと被ってしまうかもしれないんですけども、注目のチームと選手は誰か、日本国内でのチーム、注目チーム、日本国内でこれはちょっとライバルだと思っているチームだとか、注目しているどんな理由でもいいんですけど、注目しているチームどこになりますか。まあまずフェンデルですね、はい、フェンデル JP の方。はいはい、あ、なんかありがとうございますオーナーなんで一応ありがとうございます理由の方はちなみに、まあ競技シーンも結構最近、まあ、出てきた感じですけど、そうですね、まあ、全然なんか圧倒的パワー上がるというか、うん、すごいパワーすごいですよね。僕もちょっとびっくりしてますけども、予想以上に結果早く残してたので。注目の選手はちなみにそうなってくると木下さんですかね。やはり、ちなみにサンシスターにおいて翔丸さんはオーダーという役割なんですか。いや、メインオーダーはマッスルさんですけども、うんうんうん、僕は意見出したり提案したりする方ですかね。ほうほうほう。ピノタ選手に注目する理由っていうのは、まあ、まず強いのと、はい、まあ、なんか意外と知らないですよねあ、意外と知らないへぇー、なんか結構、はい、うちは言ってるんですけど、やっぱダメージ取れるのやっぱ上手いですね、うんうん、ほう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 、死なない、はい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 、なんか有利展開してるか、うんうん、まあ、ただ有利展開する上でやっぱ、まあ、こういうの、まあ、栗原さん結構上手いですね、やっぱり。そうですね、なんかカバーを、はい、うん、なんかダメージもやっぱり結構飛び抜けてますもんね、毎回フェンネルの中でも。そうですね、スナイパーでちゃんと見つつレースに詰めさせられるような感じできてますし、うんうんうん、はいはい、攻めの方で作るのもうまいですね。やはりまあサンシスターとしてもその、まあ、立ち回りファイトの仕方とかっていうのはフェンネルから学ぶものも多いと。そうですね、学んだ方がいいと思いますね、他のチームも。ありがとうございます。なんかちなみにピノタ選手は、まあ、お坊さんの動画でも言ってましたけど、あの一番最初第2弾第1弾ミスにインタビューして、第2弾ピノタにインタビューしたんですけど、まあ、そこでも翔丸さんの名前上がってましたね、はい、ちょっとやらしいと完結行きたくねえと言ってましたねあのトンネルですね、完結のトンネル。そうですね、ガスでひたすら固めてますからねもういや、もういや、でもまあバトロワに限らず競技シーン e スポーツにおいては相手の嫌がることが、はい、まあ、正解なので、その点においては、はい、まあ、サンシスター多分、まあ、かなり嫌がられてるので、はい、特にコースティックヘイトいいですもんね、今は少ないですけども。そうですね、一時期すごかったですし、はい、まあそうです、まあ、ピノタ選手からも、まあ、翔丸さんの名前上がってましたよということで。で、最後の方に質問を移させていただきたいんですけども、はい、シーズン3、FFL Apex シーズン3の目標、教えていただけないですか。目標。はい。そうですね。とりあえずは、こけない。こけない。こけないっていうところと、はい、まあ、前回、確か5位だった。そうですね。5位か6位だったし、はい、うんうんうん。はい。まあ、とりあえずトップ3入ることと、うん、あと今の構成をもう完璧に仕上げるってことですかね。はいはいはい、楽しみにしております。はい、ということで本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。